ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれどの前に、見てこの T シャツめっちゃ可愛くない？マリーマリーマリー、見てる人、俺の視聴者でも結構いるんじゃないかな。どうですかね、 TikTok とか見てる人とかだったらわかるかもしんないんだけど、すっごいエモいおしゃれな絵に、下手くそじゃないんだけど棒読み感がちょっとある、やる気のない感じの声のいろんなギャップが織り交ぜられた YouTube チャンネルがあるんですけれども、めっちゃ面白くて、めっちゃ可愛くて、めっちゃファンになって、めっちゃ買った。1枚しか買ってないけどね。ダボっと着る系なんですよね。これで僕で L サイズなんですけれども、再販3回目とかなかなか手に入んなくて、ようやく手に入ったという。この T シャツ買う前にまずマックスフライ買いを武田って皆さん言いたくなると思うんですけれども、そこはちょっと抑えていただいて、今回の動画早速進めさせていただきたいなと思うんですけれども、最近の動画で言えば800m 大西壇上 VS よしきが戦った動画があると思うんですけれども、その前日刺激ですね、よしきと一緒に走った動画があると思うんですが、その日に僕も練習してたんですよ。実は基本的にはなんか新しいスパイク買ったよとか、なんか面白いことあったよとか、練習の内容面白かったよっていうところで一本の動画にすることはあるんですけれども、そこまで内容ないなと思った時はあまりこう動画にしないケースが多いんですけれども、撮影抜いた練習だけの日っていうのは結構あるんですけれども、久しぶりにフルで201本走りました。なぜ動画にしないんだっていう、夜遅くてね、時間がなかったっていうのがあります。800の時もね、暗い映像を皆さんに届けてしまって本当に申し訳なかったんですけれども、暗いとね、どうしても見づらいと、視聴者の皆さんにストレスが与えてしまうので、できれば明るく見やすいところで撮影したいというところなので、撮影しなくていいかなと思ったんですけれども、まあ、自分用に一応撮影しといたと、自分用にね、撮影しといたんですけれども、6時前の薄暗くて、しかも結構雨強くて、見づらい点多いと思います。一応見てみましょう、一回。どうぞ。ダッシュで行こうぜ。いきなり TKD200 計測タッチダウンで。完璧。やべ、ごめんなさい。10秒6ぐらいでいったな。めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い。すごい。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで見ていただいた通りなんですけれども、社会人自己ベストです。おめでとう TKD。出たね結構走れたんだよ。そう、走れたの。タイムもヨシキの最初の手元、ヨシキがカメラ撮りながらタイム測ってるんで、よくずれます。これはヨシキの手元の最初21秒87って出たんですよ。早って思ってまあまあ嬉しかったよ、めちゃくちゃ嬉しかったけど、カメラ持ちながらってところがあったんで、ずれてる可能性あるなと思って、もう一回ちゃんと自分の家でパソコンでね、出たタイミングとゴールしたタイミングって、すげえ0コンマまで測れるようになってて、それで21秒97ということで、あと自分のハンドでも何回か測ったんですけど、21秒9後半から22秒0、一番落ちたので03ぐらいまで落ちたかな。まあ多分そんぐらいですね。22秒0だろうが、21秒9だろうが、もう圧倒的自己ベストということで、皆さんにこれだけ伝えたかったという動画になってます。しゃしゃ超速いっしょ。超速くない？雨降ってますよ。それは関係ないか、あんまり。当日も152本ぐらいにしようかなってこう思ってたんですけど、コーナー走ってたらめっちゃ楽しくなっちゃって、200いっちゃおうと思って、勢いでいっちゃったんですけど、あんまりやんな方がいいかな、こういうことは。練習メニューはちゃんと設計した上で、体に異常がなかったらそれを遂行するべきなんですが、僕はちょっと今回ねじ曲げさせていただいて、201本やらせていただいたんですけれども、まず1個言いたいのが、1年前、調子が上がらないっていう動画がポンって出てると思うんですけれども、これも同じような状況ですね。雨降ってて201本結構しっかり走った動画あるんですけど、どんだけ本気出しても23秒0でしか走れなかったね俺。今シーズンになって武田もどんどん調子上がっていく中で、250とか300やる上の通過で22秒6とか7とかっていうのは出てたんですけれども、201本こうパッて走ることって今まであまりなかったんですよね。というところで測ってみたところ、こんだけタイム出ちゃったよっていう話なんですよね。やっぱり視聴者の方々はね、100じゃなくて200とか400も出てほしいですっていう声出てます。僕も出たいと思ってます。なんだけど、まず今は 100m10秒台調子を出すよって約束した動画を上げてるんで、10秒台出してスッキリしたいんで、10秒台出してから200とか400に挑戦していきたいなっていう思いがあります。 100m のタイム出てきて、なんか自分の中でいけるだろうなっていう、こうクエスチョンマークだったものがどんどんこうびっくりマークになってきて、いけるでしょになってきてるんで、 100m トットで10秒出していろんな種目挑戦していきたいと思ってます。短距離限らずいろんな種目に本当チャレンジしたいと思ってるんで、皆さん本当楽しみにしてください。今の僕の願望を軽くみんなに伝える動画にもなったと思います。ということで、マリーマリーカーでした。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。
あ、こっちだ。